し、心臓に悪かった。もう、今は弱いのだからあまり無茶なことを言わないでほしいわね。私だってフォローできないことだってあるのよ。ですが、何か思惑があってあのようなことを言ったのですよね、パト様。思惑、あるかよそんなもん。メリアも大概ですけど、あなたもかなり狂気じみてますね。お似合いだと思いますよ。俺は生まれてからずっと自分をまともだなんて思ったことねえよ。それは私たちも似たようなものですね。頭のネジが外れていないものに支配者は不可能だとつくづく実感させられます。いいでしょう。ですがそこまで堂々と喧嘩を売られてタダで帰るのはメルトリア一族としていただけません。なので、タイムリミットを設けましょう。私もこの件に関してはもう満足いく結果を得られました。正直関わる必要もないでしょう。期限は4日、それまでにメルトリアの国に起こさなければ、この宇宙船ごと無に溶け、消え去るでしょう。逃げないでくださいね、先ほどの言葉が真実なら。あまり俺たちを舐めるなよ、メルメア、用事が済んだらまっすぐお前たちの城に行って直談判してやるよ。まさか、話し合いをしたくないから事前に妨害工作なんて小物臭いことはしないと信じてるぜメルトリア一族。次は俺たちが客だ、世界最高の一族という自覚があるならせいぜい盛大にもてなしてくれよ、楽しみにしてるから。メリアも大概だけどあなたも大概ね、本当、第一位には同情してたのだけど、必要ない同情だったわ、だってお似合いですもの。帰ります、最後までエスコートお願いしますね、第一位、今はあなたが私に見せる時ですよ。ではメルメア様の思惑通りに動くということでしょうか。アリシア、勘違いしている、相手はメルメアじゃない、バックにいるのは帝王神メルトリアだ、話の流れでわかるだろ、メルメアの意思と思惑なんてそこまで大事じゃないだろ。何をさせたいか知らないけど、相手はメルトリアの国に俺を呼びたいらしい、感覚からして俺を陥れようという感じはあまり感じなかったけどな。メリアさえ返してくれるならそれでいい、それ以外は求めてすらいないんだよ、俺は。ラル、地球に向かってくれ、そして専属神5名、色石化、黄金極神竜かな、白銀帝王竜白、ソフィア、ターフェアイト、つくよみことか。地球に到着した段階で保護だ、全員俺を探して一点に集まっているとは限らないからな、少しは探すかもしれない。先に言っておくけど、地球に宇宙船は止めるな、そして地球で出していいオーラ量は最高で1兆だ、それ以上は敵じゃない相手も敵に回す恐れが出てくるからな、穏便に済ませることを忘れるな。あと地球の常識がない以上、少数、俺としては専属神である3名に任せたい、他はまだ信頼がない分地球探索を任せられないからな。パト様、すごくイライラしてる、先ほどと全然違う。メリア様の件、パト様にとってそれほど大事なことだったのね、帝国の件が落ち着いて、いざ問題と直面したんだもの、多少は気が張るわよね。じゃあ地球に着いたら報告を。あれ、ちょっと体が、そうかずっと無茶してたからな。戦って無茶しない疲労はやっぱり出るのか。その顔、満足のいく結果を得られたようだな、メルメア。それはもう、よだれものです。正直危なかったですよ。どれだけ時間を使っても途絶えることのない可能性の塊、まるで存在自体が世界、メリアの所有物でないなら私がおもちゃとして洗脳でも何でもしてましたのに。さすがは第一位、メルメアをあそこまでも大させるとはな、さすがは僕が見込んだ男だ。だが一度別の星に向かってからメリアか、のんきなものだな、もっと焦らせてもよかったのではないか。リトア、専属神を大事にしない君にはわからないと思うが、専属神は家族だ、家族と共に家族を救う、僕は第一位の行動は共感できる。専属神が家族、価値観が合わないな、専属神はどこまで行っても従属、家族にはなれんよ。白状なもんだな、まったく。ならメリアのところに早く行きたくなるように僕が第一位の専属神を母国に招待しよう。メリアと専属神、優先したい二人が母国にいたら第一位も優勝なことはできない、よね。専属神との絆を共感してなお効率と結果のために拉致する選択を容赦なく選ぶか。さすがはメルトリア一族だ。なら私はメアトルがその選定で最も有効的な人選ができるように協力してやろう。そうだな、一番関係が深そうな専属神がいいな。リトア直々に動くなんて贅沢なこともあるもんだな。メルメアの話で第一位に興味を持った？存在自体が世界そのもの。その言葉を聞いて同格か、それとも私の上位かどうか、見てみたくなったのだ。世界を作り出す、ことに特化した私とな。私の役割である案内は終わったから先に母国に帰るわ。次会うまでに第一位からどんな情報を得るかリストアップしておきたいしね。さあ、次は3位と4位の2人があなたのところに行くわよ。第一位。あの二人はすでに帝王神の資格を得て、商人の老夫、追っている。私とは存在の価値が違うわよ。せいぜい私の前でも見せたい勢をあの二人にも見せてちょうだいね。あなたは今、踏み入れてはいけない領域に入ってしまった。それは今の段階で、どんな可能性を拾っても破滅の運命しか存在しない。
だから私はあなたにドクターストップを言い渡す。そしてこの最悪の袋小路から抜け出すための力を試します。そこで力を示してください。もしそぐわない結果ならこのままあなたを守るために一生この世界に留めることになります。本来はもっと数年先に与える試練だった。だけど今のあなたに未来はない。だから私の力でこじ開ける。今一度己を見直してください。そして極限の中で見ることのできなかった次の世界を実感し、適応してください。今あなたに求められるのは己の力。仲間を頼った時点で取り返しのつかない後悔が生まれる。その訪れる現実だけは心に刻んで、挑んでください。なんだ、ここは。12色の扉。赤色、青色、緑色、黄色、大々色、藍色、紫色、桃色、白色、紅色、水色、黒色、12。なんだ、この扉は一体何の扉だ。ここは一体どこなんだ。なんで12個も扉が。十二天界楼にようこそ。あなたにはこれからこの十二の扉に入ってもらい、各部屋にいる刺客と戦ってもらいます。各部屋にいる刺客は本来の彼女たちではない。故にあなたは彼女たちを認知できない。故に遠慮なく命を奪い合ってください。彼女たち、扉の奥にいるのは女性なのか。はい、彼女たちは各分野で特化している存在。あなたは12人の刺客のうち最低半数は撃破してください。チャンスは一度、一周すれば戦績はリセットされやり直しとなります。クリアできないとどうなる。一生出られません。そして現実では一生目覚めることはありません。ですが最悪を回避できるのならそれもまた一つの運命。少々甘やかしすぎたのかもしれません。だから図に乗って取り返しのつかないところまで歩いてもそれに気づけなかったのかもしれません。今一度全てを捨ててお一人で道を切り開く力を、そして袋小路の壁を己の力で壊し、運命を切り開いてください。すっかって嫌がって、俺が何に甘えたって言うんだ。仲間や環境、恵まれすぎているが故に前線を見失っていたのではありませんか。環境や待遇、それらは全てあなた自身が偶然得たもの。その副産物に頼りきりの力で一体あなたはどのような力を身につけたというのですか。戦闘は必要ありません。必要なのは結果のみ。再度会いましょう。結果を残したその先で。そ、絶え間なく面倒事ばかりに。ここは、俺は、なんだ、この感覚、記憶が、抜けた穴みたいに。記憶を整理しよう。俺は帝国から宇宙船で抜け出し、メルメアと話し、見送った後倒れた。そして声がして目が覚めたらこの場所に立っていた。何もおかしくない。なら一体何の記憶が抜けているんだ。俺の能力だって、戦い方だって、技術だって、持てる術は全部ある。と思う。能力は法則支配、目は栄転換小村、オーラ技術は天、精、神、行、技術は一点集中の極意、無我の境地。あとは条件。くらいか。他には何もないよな。専属神のことは覚えてる。帝国での出来事だって、ソルテとラルとアリシア、他にもトール、ロート、ノルンもいたよな。みんなで力を合わせてなんとかエラーを倒して。あれ、おかしい。俺はどうやってトールを説得したんだ。俺は何度も致命傷や命の危機があった。なのになんでこうも無事だったんだ。なんで最後俺はエラーに立ち向かえたんだ。そもそも栄転換なんてどうやって威嚇した。オーラ技術は誰から教わった。俺は、どうやって技術を身につけたんだ。どうやって東京異変を解決に導けたんだ。確実にやったことなのに、抜けている。それが今回と関係あるっていうのか。その記憶がない状態で試練を乗り越えることに意味があるって言いたいのか。やってやるよ。どうせ12部屋入らないとダメなんだろ。なら全員倒してメリアを助けに行く。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか。くれましたか。気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。
また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみに。